アンドレアドーリアは、イタリア海軍のアンドレアドーリア級、ヘリコプター巡洋艦の一番艦。艦名は、ルネサンス期ジェノバ出身の提督であった、アンドレアドーリアに由来しその名を持った艦は1885年に、浸水した、ルッチェロディラウリア級装甲艦3番艦、アンドレアドーリアから数えて3隻目になる。アンドレアドーリアは、リューニティ造船。 リバトリゴ卒王戦所で1958年5月11日に寄港し、1963年2月27日にドメーニコカバニャーリ大将の妻であるテレーザカバニャーリにより命名され浸水し、1964年8月3日に収益する。初代艦長、ジュゼッペガルーチ大佐の指揮の下で、アンドレアドーリアは初の遠洋航海に出る。オーロは イタリア、スウェズ、ウンガ、アーデン、カラチ、ジャカルタ、マニラ、タカオ、ニガワの順に寄港し、最終目的地の東京港には12月5日に入港する。この年は1964年東京オリンピックが開催されており、同年10月7日には国防省と三軍の士官候補生たちが靖国神社を参拝していた。袋は東京、清水港、神戸港、呉港・長崎港。 香港、バンコク・シンガポール、高知、ムンバイ、マスサワの順に寄港し、1965年1月19日に、ターラント海軍基地に寄港する。アンドレアドーリアは当初ラスペツヤ海軍基地に配備され、海軍本部直轄の指揮官に指定される。この間に、地中海を中心に、様々な演習や、紹介任務に従事する。1976年から1978年にかけて、 エンジンの交換とミサイルシステムの標準化の改修工事が実施される。1979年にベトナムボートピープルに対する人道支援、医療活動任務に就くため、巡洋艦、ビットリオ・ベネと補給艦、ストロンボリと共に再び極東に派遣される。1980年6月27日にイタビア、航空870便事件発生のため、 D550 アルディートと共にウスティカ島付近にて捜索活動に従事し、同年11月29日にイルピニア地震で被害を受けたナポリに停泊し、救援物資を提供する。その後、554回をドゥリオと配備基地の交代が実行され、第2海軍管区司令部が所在するターラント海軍基地に配置転換する。1984年に、 レバノン内戦での国際連合レバノン暫定、中流軍の支援任務に就く。1986年のリビア爆撃で、リビアによる報復活動に対処するため、ジラソーレ作戦に参加する。1992年9月30日に、タラント海軍交渉第23号バースにて、解約式が挙行され、現役間に公開した57万7000回りの、 全工程を終了する。2001年3月、ナポリに所在する指紋と造船所に入居し、同年9月に解体は終了する。ありがとうございます。